柏崎市の新年度一般会計当初予算額は総額478億円で、前の年度より6億円増えました。1、2歳児の保育料無料化を継続し、新たに保育園を利用していない世帯に対し、予防接種や養育サービスを受けられる養育応援券を配布します。できる限りのことをさせていただいて、柏崎は市全体で子育てを応援するんだというメッセージが皆さんに届けばありがたいと。また中小企業の再生可能エネルギー導入に対する支援補助金を新設します。柏崎刈羽原発については例年通り維持管理の費用としておよそ1200万円を計上しました。歳入では原発関連の交付金を前年度より1億円多い33億円と見込んでいます。